ハンガリー部曲集 WOO1 はヨハネス・ブラームスがハンガリーのジプシー音楽に基づいて編曲した部曲集。オーケストラでの演奏が広く知られているが、最初はピアノ連弾のために書か,かれ爆発的な人気を博した。全部で21曲あり、それぞれの長さは1分程度のものから4分程度のものまでとまちまちである。中でも還元楽用に他者によって、 再編曲された第5番がとりわけ有名である。ブラームスは1850年代の前半にエドワルト・レメーニの伴奏者としてドイツの各地で演奏旅行を行い、その時にレメーニからジップシー音楽を教えられて魅了された。それ以来ブラームスはそれをハンガリーの民族音楽と信じて財布を続け、1867年に出版社のジムロックに 最初の6曲を送ったが、その時は拒否されている。結局それらを含む第1、2集が1869年に出版されると大好評となり、1880年に第3、4集が刊行された。ハンガリー部曲集に作品番号は付いていない。これが自作ではなく、伝統音楽の編曲に過ぎないことをブラームスがおもんぱかってのことであった。 後に、デメイには、ハンガリー部曲集の成功を知ると、これが盗作であるとし、ブラームスを相手に訴訟を起こした。結果はブラームスが、作曲ではなく、編曲としておいたことが幸いして、ブラームスが勝訴した。ブラームスは、自分の、ハンガリー部曲集の成功に自信を得て、アントニンドボルザークに、スラブ部曲集を作曲して、収益を得るように助言している。 もっともドボルザークは編曲ではなく、民族部曲の性格と特徴を取り入れ、自作の主題によって曲集をまとめ上げた。なおドボルザークは、ハンガリー部曲第4集を還元楽用に編曲している。ピアノ独奏用の編曲に、モーリッツ・モシコフスキや、ジョルジュ・シフラによるものなどがある。第1集、第1番の冒頭の一部は、ヨーゼフ・シトラウスのポルカマズルカ。 トンボと共に、1889年12月2日に、トーマス・エジソンの代理人の依頼で、ブラームス自らのピアノ演奏で蓄音機に録音された。これは、史上初のリコーディングとされている。第1、2集は1872年に、ブラームス自身の手によるピアノ独奏版が書かれた。ブラームスの親友ヨーゼフ・ヨアヒムが、 バイオリンとピアノのための二重奏曲に編曲した版ちなみにフリッツ・クライスラーは第17曲のみを同様の編成のために編曲している。ブラームスは1873年に自身の式で演奏会で取り上げるため第1曲、第3曲、第10曲を還元楽用に編曲している。全21曲のうち残りの18曲は ブラームス自身によるオーケストレーションが施されていないが、様々な音楽家がオーケストレーションを手掛けており、主に次のような版が存在する。一般的に見られるオーケストレーション上の配慮として、特定の楽器に対する不自然な演奏の回避や、楽器の響きやすさなどのために委嘱されている曲がある。エトベシュヨージェフによる全曲の編曲がある。第1番。 第2番、第3番、第4番、第5番、第6番、第7番、第8番、第9番、第10番、第11番、第12番、第13番、第14番、第15番、第16番、第17番、第18番、第19番、第20番、第21番、ブラームスのピアノ四重奏曲第1番は、終曲の第4楽章が、ジップシーフーロンドと題され、ハンガリー部曲とよく似た性格の音楽となっている。 シェーンベルクによるオーケストラ編曲版も存在する。ありがとうございます。